皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もブレインアウトで遊んできます。さあ今回が一時最終回ということで、211から220ステージまで遊んできます。さあパネルに暗証番号を入れると1683っぽいですね。1683と、え、何な、7683ですか。7685じゃあ消さないとダメと。7685ですね。違うと。なぜ。1685ですか。なんでなんで、え、どういうこと。何のでしょう。6でしょう。8でしょう。5でしょう。違うんですか。逆さま5から始まるって586なのですか。ヒント、パネルの上にある暗証番号入力枠に入れると、これをそういうことなんですね。そんな、まあ確かにあの数字が暗証番号とは書いてなかったですけど、さあナンバー212、3個のリンゴを平等に6人に分けると、動きましたね。もう数字もちゃんと 見落とさないように。3個 6? これ何ですかね。6個を3個に分ければいいんですか。3人これでいいってことですね。さあ正解です。さあナンバー213、天秤を左に傾けるってことはもうこれで OK ですよね。お、なんか同じ感じの問題ですよね。ゴリラの力は人間の4から9倍と、ワンちゃんの嗅覚は、約1億倍でしたっけ最大。ナンバー214、6つの笑顔を見つけ出そうと。猫ちゃん、この方も笑顔ですね。笑顔、え、6つ笑顔、難しい、違いますか。ここ笑顔、同じ方に個してもダメですか。さあどっかに他に場所いらっしゃるんですかね。それかなんか笑顔にできるんですかね、きっと。お、トワトさん配信されてますね。昔、青鬼オンラインさんのライブの時に来ていただいてたトワトさんですね。懐かしい。ちょっとわかんない。もう一個。やっぱり顔動かすんですね。あ、てか、笑顔になってったいつの間にか知らない間に。さあ、ナンバー215、金貨集め。お、これ両手で遊んだ方がいいですかね。ちょっと、両手持ちにくいんですよね、縦型で。おお、ちょっと待ってくださいね。アクション要素面白いですね。でも多分普通にアクションするんじゃないですよね。何か方法はあるはずです。ん、これ以上いけないってことですか。戻らないといけないと。じゃあどこかに金貨が残ってる。左にも行けるパターンですか。行けますね。行けましたけど、あと1個ない。ここに手に持ってるとか、それかこのトゲトゲにぶつかると、金貨出てくるとか。あ、1からなっちゃった。最後の1個がわからない。どっかに隠れてそうなんですけどね。あ、当たっちゃった。さあ一体どこにあるんでしょうか、金貨は。ここ怪しいんですけどね。ここなんかタップしてダメですか。あれ、この袋怪しい。いや、やっぱり来ましたね。正解ですね。結構袋の中にお金たくさん入れてると
袋に1個だけ残ってたとかありますよね、よく。さあ、ナンバー216、5つの星を見つけ出す。1つ。雲の巣はあれですか、2個。こちら。これも星ですよね。鈴は星じゃないと。叩いて星、やっぱ出ましたね。おお、一気に3つも。あれで頭がクラクラすると。めまい発症したことありますね。大変ですよね。モンスターの攻撃を避けてと。さあ、こっち。あ、来る。ガムテープ。ピコピコ。モンスターちゃんを。どうするんですかね。ピコピコも。あ、ピコピコ止まりましたね。関係ない。あ、なんかありました。ちょっと、あ、ここになんかありますね。こうですか。え、こうしてこうして、ここでなんか引っかかるみたいな。違う。お肉、お肉、何か多分何かに反応すると思うんですけど、わからない。何に反応するか。ヒント、穴が、え、隠れられなかったですけどね。どういうこと？隠れ方がある？穴の中に入ってくれない。そうですね、穴の中に入ってくださらない。ってことは入れるってことで、次いきますね。さあ、次は218。ゴールにたどり着くと。ここでゴールにつけばいいんじゃダメですか、こういうの。さあ、アクションパートが多くなってきましたね。どんどん速くなってくるんですかね。でも絶対このやり方ではダメってことですよね。ゴールがどこかわかんない。まあでも最初はちょっと素直に遊びますけど。あー、ダメ。ヒント、問題文のゴールの上に、やっぱそうですよね、上まで行かないといけないと。なるほど、ゴールじゃダメと。さあ、ナンバー219。お、ひよっこちゃん出ました。そう、ひよっこじゃなくて、ブレアンさんはひよっこちゃんなんですよね。このひよっこかみたいな感じですかね。ん、ひよっこちゃん見つける。あ、いましたね。この子じゃないですか、大きいから。あ、温めて、ひよっこちゃん出てきました。卵って、なんかたまにひよっこちゃん生まれるみたいですか。大きいですけど、確かなんかそんな話聞いたことありますね。さあ、220。男の子勝たせるんでしたら、重心をずらせば勝つんですか。お、バッチリですね。テコの原理ですね。わかります。何でしたっけ、ちょっとなんとか忘れましたけど、なんかフレーミングか、なんかありましたよね、公式が。さあ、ではですね、今回の動画で以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお遊びしてますので、よかったらご覧くださいませ。またステージが230とかですねまで出ましたら、いたしますので、動画ですねお出ししたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。あ、ウイルスを排除もありますね。こちらもちょっと遊んでみたいですね、次回。ではですね、ご視聴ご参加ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。